寝てるじゃないけど、なんか散らかってる ですよ。実家です。尊い、あ、お疲れタコ、ハートありがとうございます。もーちゃんとこーちゃん起きてるよ。ここに今いるんですけどね。こーちゃん、こーちゃんが来た。ここちゃん、もーもー、これをね、スカーフをつけたんですけどね、さっきから暴れるからぐる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 回って。ここちゃん、あー、もーもー、これももちゃん、もーちゃん、うんうん、もーちゃん、もーちゃん元気で、もーちゃん、もーちゃんね、今度手術するけど変わらず元気は元気なの。もーちゃん起きて、寝ちゃった。あ、おみくじありがとう。こうさんとうねうねしとるおーい、疲れたんかな。ありがとう。そうなの、あれめっちゃするの、なんか、あ、なんでするんだろう、ずっとするの、いつも。ママママちゃん、よいしょ、ちょっと片手じゃ難しい。もーちゃん起きて、もーちゃん、ママ、はいはい、わはい、なんすか。我が家のワンちゃん、こちらがココちゃんです。もうなんか疲れてるんですよ。ココちゃんが疲れてます。ももちゃんはもうひたすらずっと動いてます。あ、座りました。元気、そう元気です。ももちゃんは1月の後半ぐらいに手術するので、どうですかもーさん、こんな動いてたら大変。温度差、頑張って、だってもーちゃん、ちょっとセンスとかわいい、ありがとう。イエーイ、眠いんかな、眠そう。どっちがももちゃん、こっちが今ここに乗ってるのがココちゃんです。で、この今うねうねしまくってた、ちょっとカメラ変えてみるわ。これがこのうねうねしてる人がももちゃんです。ももさん、もちゃん、もちゃん、もも、おい、もも、あ、ちょっと、ちょっと、あ、ちょっと、ちょっと、なんで、ちょっと、スカーフ、そう、つけたんだけどね。なんかね、ずっとぐるぐるするからさ、スカーフがぐる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 してさそうなんですよ、実家の部屋、そうです。ん？もーちゃんね、ずっと泣くんですよね。もも
こっち来て。もーちゃんのおむつめっちゃおしゃれ、花柄。にゃん。よいしょ。降参。紹介動画。ねえ、そっちを向いたらお尻なんよ。ちょっと本当に怒るよ。もう洗濯物が見えちゃったじゃない。もう事故事故よ、本当に。ダメだ、もうダメだ、諦めたわ。ちょっと来て来てよ。わっ、ちょ、出ました、定位置です。ココちゃんがなんかもう定位置、なんかここが定位置なんですよ。で、ももちゃんはひたすらなんか定位置とかじゃなくてもう動き回る、ずっと動いてる。そうなんです。しやすそう、めっちゃさ可愛い、本当に。もうちゃん、もう、ちょっと、いや今日ね、肩車、今日ちょっと、うーとこれを着てきたんですよ。ちょっと下がロンティーなんだけどさ、そう、ちゃんと着てきたよ。ちょっと待って、これボタンが外せた。こっちがももちゃんで、こっちがココちゃん。あー、来た、うおーうわー何ですか。はい、お嬢様。はい、おー、何ですか。うわー、びっくりした、やめて、びっくりしたわ。なんだい、ももちゃんもこっちおいでよ、おいで、早く早く。ペロペロしてる。お腹を撫でたら静かになります。ももちゃん情報1、見てもらう。やばくないですかこれは。で、やめたらうねうねし始めます。すごい格好ね、すごい格好。女の子なんですよ。まあ可愛いおむつ履いてるでしょ。
グラビアポーズ、え、でもなんかね、ももちゃんすごいグラビアポーズみたいなのするんですよ。もーさん、もも、もーさん、カメラ目線、イエイ。あー、ちょっと待って、もうびしょびしょになる、ここが、顎が、顎がびしょびしょ。はい、はい。なんかももちゃんすごいなんかを絶対訴えてるんですけどね。ありがとう。口をすかさずそうなんです、かわいいっしょ。おやつ、いや違うと思う。今は服従状態。ちょっとここに間に挟まっちゃった、このちょっと出てきて、こんなところで寝転ばんと、ちょっとここまで来て、おい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 。でこうちゃんもう寝そう目が閉じかけとる。ございます、うん、ちょっと私のなんかズボンほこりめっちゃついてるななんかゴゴちゃん、あれ目開いてる、こりゃ大丈夫か、寝るやん。うおっ半目なんかびしょびしょになるんだけど毎回ありがとう。ちょっとね、昨日のタワーのお礼をさせていただき、2人最後にした方がいいかな、うん、寝落ち配信寝落ち配信って言われてるよ。もうちょ寝る気配ない。噛まんの、全く噛まれたことが本当にほぼなくって、あとワンって言わない、うちの犬なんかワンって言ったこともあんま聞いたことなくて、このふーんみたいな、ふーんふーんふーん、起きたふーんとかやったら、っていう声しか聞いたことないんだけど、あーそうそうえ、そうなんよ、うわーねえ吠えないの、そうなぞじゃない、ん、うん、うんうん、でもね、ココちゃんも泣くときはね、へーって言うんですよね、うちのワンちゃんたち。ワンコが好きなマイキュー、そうですよ、ワンコが好きなマイキューだよしあわせな、あ、寝かけ、実家からです。いやなんか久しぶりに帰ったんですけど、なんかそう、もう電車の本数が結構少なくって、ハッピーニューイヤーありがとう。もうこの電車に乗らないと次は1時間待たないといけないからって思いながら頑張って帰りました。電車の本数が結構少ないんですよね。広島からどのくらい、え、
もう船がだいたい1時間1時間10分20分ぐらいなんですけど、そっからまたちょっと実家が離れてるので、そうそう船で、その船の港そのからまたそのちょっと離れてるんですよ。ちょっと離れたところにあるんですね。だから電車乗り場とかが、だからそこまでがまた30分とかそんなかからんかな、そんぐらいかかってねえそっからそっから電車でまた帰るっていうね。困った、そう困った。駅から毎休、ね、そうそう遠い遠い遠いし、あの頻繁には帰れないくらいお金がかかるお金がかかるんですよ。結構船もね、スーパージェットで乗ったらめちゃめちゃそう高いし、電車も結構高いし、そう現実的にお金が高い。往復するだけで多分2万以上超えるです。しかもスーパージェットの往復割引がないから、一回ちょっとね高めですけども、だからなんか何回もは帰れないかなって感じ。うん、あ船ちょっと値上がり、値上がりの世の中ですねえ思いませんか、値上がりの世の中。もも、もーちゃん、もーちゃんが探検を始めた部屋の、パパ出してくれないの。いや自力で帰りますけど、今日お父さんに会ったんですけど、お父さんは今日も私の服を着てたんですよ。その人あのこの間とは別の私の服着てて、また私の服着てるって思ってなんかうちの父さん私の服着てるんですよね。私が着なくなった服を着てるんですよ。着れるもの？うん、サイズ入ってたよ。なんかまあ私が結構大きめに買ったりするから、お父さんが着たらぴったりなんかだ。似合ってた、うん、着こなしてたよ。なんかもーちゃん、もー、あーもーちゃん、わーちょっとごめんなさいちょっとやめてよ、ちょっともーちゃんにタワーのお礼を踏まれるところだったもーちゃんダメですよ。ありがとうございます。うん。わんぱく、そう。あと私のカバンの中に頭をめっちゃ突っ込んで詮索してくるんですよ。何が入ってるのか。食べ物探してんのかな。もーちゃん、やめてください。寂しい？もーちゃん、もーちゃんおいで、ほらおいで、もーちゃん、
目も舐めてくる。攻めの一さ、目が可愛い、ありがとう。ももちゃん分かってるやん。ももちゃんはね、すごいペロペロしてくる。なってるなってる。ああ。寝ました。もう寝ました。こんなにももちゃんが活発的なのに。めっちゃ静かやわ。すやすやしてる。ももちゃん夜型な。そんなことない。ももちゃん、ももちゃんの夜泣きが止まらないんですよ。夜泣きです。あ、起きた。一瞬起きた。なんでキューキュー言ってるの。いや、キューキュー言っとったんこれ。かわいい。落ち着いた。ご飯食べ、あ、おばあちゃんとこに寄って帰る前に、でおばあちゃんところでなんかお刺身と、そう、なんかご飯用意してもらってて、夜ご飯はおばあちゃん家で食べて帰りました。なんかめっちゃお正月ね、すごいね。私公演終わった後もなんですけど、家でめっちゃ食べて、どうしよう。うん、なに？なに？お刺身、ハマチの刺身。1月すごくし、確かに1月はね、消費の1月、あの体力じゃないや、あの何ですか、脂肪を消費します。年末愛媛旅行して宇和島鯛めし食べた。いいな、宇和島鯛めし。なんか家ではあんま作らんのよね、やっぱり。うん、鯛があったらできるけど、食べたい鯛めし。ももちゃん、お年玉？もらいません、もらいません。あげる立場？いや、でもね、私なんか親戚とかに自分よりも下の子とかがいないんですよ。で本当にもう自分よりも年がそう上の方ばっかりっていうか、そもそもまあいとことか親戚が多いわけじゃないんですけど、
そうだから自分、そうなんですよね、あげる立場かって言われたらなんかそこもあんま合わないしなみたいな。あ、ありがとう。あれお、おみくじありがとうございます。まだ行ってないや、初詣。でも私もあげたい、誰かに。でもあげたいけど、うん、親にあげんとよね、こういうの。どうしたん、どうしたん、寂しいの、おいでよ。うん、わかったけど、おいでよ。ねえ、お願い、見て、もうここでこうすることしかせんの。これか舐めるかの二択しかない。もうお願い、おいでよ。これが好き、そう、これが好き。おみくじありがとう。温度差やば。温度差やばくない？これ大丈夫？これもも、ももじわるって言われとるで。ももちゃん足長いって言われてる。うん、よかったじゃん、足長い。何の動き？なんかルーティンっぽいよ、ナイトルーティン。うねうね、モーニングルーティンにもうねうね。ありがとうございます。2匹、そうそうなんですよ。ありがとうございます。まだ大丈夫。もーちゃん、よいしょよいしょ。ももちゃん、ももです、中村ももです。あ、いやそう、いやそう、ちょっとねえ、もーちゃん。もーちゃん、嘘でしょ。うん、もーちゃん、もーちゃんこっち、じゃん、中村ももです、こんにちは、こんにちは、もーちゃん、中村ももです、10歳です。あ、ダメだこりゃ。ありがとう。中村ココです。あ、もうソッポもいっちゃった。中村ココでやる気な、やる気なさすぎやろ。膝の上にいたくわ。これココちゃん、中村ココです。ココちゃんも同い年、10歳かな。ココちゃんちゃんとしてって、だってココちゃんちゃんとしてって言われてるよ。どうする、どうする、ココちゃん、ココちゃん、もーちゃん、重い、重いんですよ。ありがとうございます。多分見てもらったら分かると思うんですけど、
すごい。お腹なんですよね。なんか。プニプニ なんかすごいこの体なんかなんかゾーンみたいな抜けのももなんかね、あ、これ私の髪の毛どっちも女の子です。あきおめ、ありがとう。よいしょ、ちょっとね、一旦降りてください。お願いします。もう一回挑戦するわ。ここに置いての。あ、くしゃみした。うわ、くしゃみした。あ、これモーちゃん。モーでーす。あ、モーちゃん。あ、あっち行っちゃった。ここ、こうちゃん。ここ、あ、くしゃみしとる。あ、くしゃみ。こうちゃん、こうちゃん。ああやめてね。こちゃん、こちゃん、こちゃん。これ掃除機、掃除機に立てかけてんだけど。猫みたいなことしてる。後ろの座椅子、そうです。もうなんか座椅子めっちゃボロボロなんですよ。多分うちの犬が掘った、こうここ掘れワンワン、何も出てこないのに掘るんです。掘ったね、掘った。おいでよ。なんかこれ毛なの？毛じゃないか。なんか私すごい毛玉いっぱいついてるわ。なんでこんなに毛玉がついたんだろう家に、実家に帰ったらめっちゃ毛玉ついてるわ。まいちゃんの部屋？うん、違うよ。ここはね、私の部屋は別のとこにあって、ここは家族でなんか何するとこなんだろう。リビング、違う、ダイニング、え、分からん分からんけど、キッチンではない、ご飯食べるとこじゃない。客間、あ、そうなんかな。でも家庭訪問来た先生はここに招待しとった。今なんかな、分からん、なん、その分からん、その呼び名が分からんけど家庭訪問の、そう、部屋それ専用。あ、会話してる二人が。わ、喧嘩しちゃダメ。喧嘩してたでしょ今。あ、ココちゃんが今右の口だけ上がってたかって。いや、今私ココちゃんのブラックなところ見たわ、こうやってももちゃんに対してやばすぎやばすぎ、来た来た来た、ちょっと来ました。
じゃじゃーん。悪い顔してた今。お持ち込んだる。あ、52分。モーさん、モーさんもね、ここちゃんにちょっかいばっかかけたらいけんのよ。仲良くしてや。まあ喧嘩も必要やな。私が言ってもあんま説得力はないですね。喧嘩は必要。私が喧嘩をしないでとか言ってもさ、もう説得力ないですよね。ありがとう。いいねこの顔。ちょっと私もこれからやるわ。学んだ。コウさんに学びました。ちょっとね、あの時間もそろそろなんで、昨日のタワーのお礼をさせていただきたいと思います。いいね、ありがとうございます。いつこの顔するか、なんかやってやろうかって時に。じゃじゃーん。まずはウッシーさん、ありがとうございます。これは最近、あっ、おこよ、あざーす、ありがとう。ウッシーさん、牛柄のうさぎをかけました。ありがとう、ありがとう、あ、ありがとう、もうありがとうございます。うさぎです。続きまして、どん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。これは公園に来ているうさぎです。ありがとうございます。私の色はそう、オレンジかけるピンクですよ。皆さん、あの、よろしくお願いします。あざす、ありがとう。ありがとう。ありがとう、りょんきゅうさん。パシャー。ありがとうございます。え、うさぎ？うさぎだよー。うさぎだよ、ももちゃん、変なとこ行かんで。落ち込みのココ、興奮のモモ、あと5分だってね。え、どうする？悲しいよね。今宵もあと5分で終わるらしいで。ねえ、聞いとる？なんかうちの犬無視してくるんですけど。ちょっと聞いてる？ねえねえねえ、ぐるぐるした、なんかめっちゃぐるぐる回るんですよ。うん、犬ぐったりしてない。もうなんか疲れ、このココちゃんは疲れてて、ももちゃんがめっちゃ元気。これね、落ち着いた。え、おりこさんね、NG、隠して、お腹出し NG でしょで。NG ですよ。
事務所 NG 出ました。事務所 NG なんでちょっと無防備かわいい。連れて帰りたい広島に。連れて帰ろうかな。ここちゃん寝そうって言われてる。もうなんかあったみたい。今日悪いことがあったみたいやないどうしたみたいな。おやすみ。でも壇上呼ばんとやばい。あと50あ57分なんかここちゃんって多分私と似ててテンションの上がり下がりが激しいんですよで私こんな感じ多分あのテンション低い時上げ上げの時はめっちゃ上げ上げなんだけどね。そう壇上読むわ。みやびさん、刀剣太郎くんさん、きなぺこさん、まゆたみさん、くまねパパさん、アルフォートちゃんさん、しんじさん、よーよしひろさん、ヒッキーさん、かめきちさん、けんじさん、くまきちさん、あさかさん、ありがとうございます。ずっと泣いてる。終わるよ。ねえねえももんももんもさんもうたそもうたそかがないで私のこと嗅いだでしょ今おやすみおやすみおやすみバイバイまたね。あちょ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 おいおいおあもーちゃんおもーちゃんもほら挨拶しておやすみ。ああおやすみあれ映ってる映ってない。ちょっとそんなところに埋まって何してるの。おやすみ。これダメだ。おやすみなさい。またねバイバーイ。おやすみ。今大丈夫。ちょっとおやすみ。ねえ本当に今のはひどいよ。おやすみなさーい。